卵化植物の一つ。大きな、二セ球形に大きな葉をつけ、多くは、春蘭に似た、大きな花をつける。リカステは大きな、二セ球形の先端に幅広い、大きな葉をつける卵で、花は三角に整った形のものが多い。側花弁が、水中に寄り添い、心弁も基部は随中に並行し、先端が前に広がるのが多く、見た目で、春蘭を思わせる。 落葉性の種では、葉が落ちた偽球形に花をつける。干渉価値の高い洋欄として知られるものも多い。学名は、トロイの最後の王、プリアモスの娘で美人だったリカステに由来する。南米高地に産するものが多く、そのようなものは、夏の暑さに弱いクールタイプと言われる。ズハン・ボルター・フィッチ・カーティス、エス・ボタニカル・マガジン多年生草本で、着生種と岩の上に出るもの。 地上種がある。偽球形は大きく発達し、扁平な卵型で互いに接して生じる。葉は好奇心型で幅広く、縦じわが多数あり偽球形の先端から2から4枚生じる。落葉性の種が多く、それらでは、偽球形が肥大した後に葉が枯れ、次に、新芽が出る前に花が出る。なお、葉の落ちた後の偽球形の先端部には、トゲが残り、 怪我することがあるので切っておくようにと演芸書には書かれる。家系は、偽休憩の基部から数本、あるいは多数出て、多くは立ち上がるが、ごく一部に垂れ下がるものがある。花は、家系の先端に一つつく。花は大きくて肉厚、色は桃色、黄色、緑色など様々。学編三枚はほぼ同大でやや細長く、三方向に出るか、側学編はやや水平に伸びる。 側下辺も細長い形で前に突き出る随中を覆うように寄り添い、往々に先端が反る。新弁の基部は随中の元に並び、その両側面は上に曲がって随中の元に回廊を作る。先端は反り返ってやや広がる。メキシコからボリビアに分布する。高地に散するものが多い。約35種が知られる。以下に代表的なものを挙げる。 花が美しい洋蘭として栽培される。ただし高知産のものは夏の暑さに弱いクールタイプであり、日本中部以南の平地では名越しに困難がある。また、葉が大柄なので扱いに難がある。洋蘭としての略称はライクである。スキンネリエルスキンリーは白から桃紫の大輪花である上、学編三枚がほぼ正三角形に整った名菓で三菱蘭と呼ばれたこともある。 非常に多く採集されたが、現在では保護されている。またこの花は、グアテマラの国家に指定されている。特に白花変種のバリエーション、アルバは、ワシントン条約で付属書愛類に指定されている。またアロマティカエルエアマティカは、小型の黄色い花を多数つけ、またこの属では珍しく方向が強い。その香りはやや香辛料的で、日記に似ている。ちなみに、 これらの花は見た目が春蘭に似ている。特に側花弁の先端が軽く反るものは中国春蘭でいうところの兜に見えるので、その花形は梅弁や水仙弁の花によく似た気品あるものになっている。ちなみに葉の様子はエビネに似ているので、エビネから春蘭の花が出たような印象がある。多くの後輩品がある。微礼な花形とか色、それに 幸いの良いさを求めての後輩が多い。特に、スキンネリは、本属で最大級の花をつける美霊種であり、後輩をとして重視されてきた。もともと花は大柄なので、長大輪花は、計18センチメートルにも達する。褐色は、白から赤、黄色、緑系などだが、青系はない。また、大柄な葉が邪魔になるからと、 むしろ早株を小型化する後輩も試みられている。マキシラリア族は、リカステ族と近縁で族間雑種のマキシラカステ、マキシレイクストが作れる。ただし演芸的にはこれはあまり利用されない。アングロア族アングヤロアも近縁で族間後輩で、アングロカステアングヤロカストが作られ、これは、干渉価値も高く評価されている。他に、 ビフレナリア族バイフロネリアとの交雑による、リカステリア・ライカステリアも作出されているが、一度きりの、ようである。以下、主として、唐沢監修 P337、岡田 P132、青山 P166、戸橋 P236、岡田 P132、後藤 P47、青山 P166、ガーデンライフ編、P202。ありがとうございます。